さあ次は日本の太田選手ですね。日本の太田とですね、イタリアですね、日の丸の旗に迎えられまして、太田明3回目のオリンピック、大きく今マット上で四股を踏みました。イタリアの選手との初戦の対戦となりました。ニュージーランドですね。ニュージーランドのテレニス・パーカーです。31歳、一方の太田35歳、相次いでベテランが登場しますね。キャンベル37歳。このイタリアのニュージーランドのパーカーはですね、国際的な実績はないんですね、はい、オセアニア代表ですね、はいはい、さあこの90キロ級一本強い、これはポイント、スリーポイント、太田選手の得意な一本強いですね、はい、これは立ち上がりまず3ポイントを取りました太田。そしてバック、まだ完全に相手を制していません。これで片膝をつかせれば、これでバックです、はい、バックポイント、ワンポイントを取りました太田。まだそうですね、いやまだついてませんね、これは。これは投げのポイントだけを評価して、はは、3点のままですね、はい、そうです、投げの3ポイントだけ、3対0です。太田選手はこのニュージーランドのパーカーに自信を持っていると思うんですよ、これはもう自分でか、まあ、勝つ計算でもう出てきてますね、はい、今度は右からのすくい投げ、相手の体勢を大きく崩しましたが、まだポイントまでにはつながりません、はい、逆にパーカーの方が左から小手投げで返してきました、はい、血が出ましたね、ちょっと今の額が切れました、はい、おでこをぶつけて額を切りましたね、はい、伊達コーチですね、はい、ちょっと、あんまり力が入っていないように見えますけども、やっぱり衝撃が強いんですね、頭の中のようですね、はい、額ではありませんで頭の中です。ああこの投げの打ち合いの場面ですね、そうですね、ここで頭をぶつけたんですね、はいはい、頭をぶつけてるんで、そこで切ってるんですね、はい、伊達コーチが今見てますけどもね、はい、伊達コーチはモントリオールのオリンピックの金メダリストですね、金メダルですね、はい、伊達コーチと富山コーチが今太田のコーチ席についています。2人の金メダリストをね、はい、コーチにつけて太田明選手が戦っていますが、今怪我の手当てを受けています。相手はニュージーランドのテレニス・パーカー、31歳になります。太田落ち着いてますからね、はい、これは勝ちの計算をして戦っていると思いますね、はい、現在得点は太田が3対0、治療終わりました。一へ帰れば4人のパパさんですからね、大したもんですね、はい、今投げ、さあ内股に行きましたが、逆にバックを取られました太田。まあ、また大ぶちが出てきました。伊達コーチが出てきても、一生懸命拭いて励ましてますけどね、今テープを巻け、テープを巻くようにドクターに指示をしてますね、はい、テープを巻けば止まりますんでね、違う、このインジュリータイムはですね、はい、3分間ですから、それ以上オーバーしますと失格になるんですよ、はい、ですから手当ても、はい、もう本当にね、はい、ただ傷口を抑える程度です、はい、現在ポイント3対0、先ほどのバックのポイントは投げからなので取られなかったんですかね、そうですね、投げの失敗ということで取られなかったんですね、はい、おっとこれはうまく逃げました太田、うまく逃げました、
まだ試合時間が3分以上あります。そうですね、焦らずに太田落ち着いていった方がいいですね。この太田の場合には現在ポイントリードしていますが、はい、その頭の中を切っていますので、この怪我が気になります。しかし現在はテーピングをしています。3分を切りました。残り時間また一本強いに行きます。太田選手のですね、一本強いですが、このパーカーが逆の足を出しているのでなかなかかからないんですね。はい、太田は右の一本強いなんですが、左の足を出されるとかからないんでね、これは戦法を変えた方がいいと思いますね。で後半はもう汗が出ますからね、はい、さあ今度は右からの小手投げ、足を絡めて投げました太田。もう一回跳ね上げるというのは、はい、おっと危ない。太田2ポイントを取りました。3ポイントか、3ポイント取られましたね、逆に今度は逆にさあ今度は逆にフォールの体勢に持ち込んだ太田、逆にフォールの体勢だ、フォールだ、フォール勝ち、太田フォール勝ちです。ちょうど残りの時間が2分、3分でフォール勝ち。テレニススーパーパーカーを破りました太田。これはいいフォール勝ちです。はい、いや点数は逆転された太田、その瞬間に、はい、ここでね、はい、投げて逆転しました。取られた後すぐ諦めないのが良かったですね、両肩を同時につきますとフォールになりますね。はい、同時に1秒間つけると、はい、フォールですね。太田にとっては予定通りの勝利だと思います。太田見事なフォール勝ちを収めました。